関西の、ね、勝共犯の動画は今年が、まあ、これが一番最初ということで、改めまして負けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで、まあ、早速じゃあ新山記念の、ね、お話から始めていこうかなと思います。いわゆる、ね、一発追いで今日ね、どの組も追い切ったわけなんですけども、まあ、第一印象ね、喋ってもらおうかなと思います。まあ、まずはじゃあコース分から。そうですね、コースでよく見たのはモーリスとモタガンのブランパー、まあ、両方の、 セミホークマなんですけどね、モーリスは本当使いつつカラーしまってきましたし、動きも本当いいですよね。好状態キープしていると思います。タガノグランパも、まあ3と合わせで、一番最高峰から追いかけたんですけどね、もうコバを、相手にせずにもうスッと抜け出したように反論の差というのが目立ちました。こちらの方も状態はいいと思います。一方反論組ですが、まあ、雨は結構ね、追いましたけど、とにかく昨日すごく雨が降って、ね、馬場がね、ハンドみたいなの。その代わりに、うちのポリコースに、そうなのよね、ハンドまでね、ポリの方で馬がさーっと行ってくれて、はい、ちょっとだけ仕事は春楽になった。新山記念馬は全然いなかったですけどね。あ、そうだね、卓球条件ばっかり、はい、はい、そうですね。それはそれは申し訳ありませんね。いい、とんでもないです。ね、たまには忙しいですよね。ね、はい、うん、春はそれでも上がりがね、やっぱりね、すごくかかるような馬場状態なんで、多分は皆さん映像を見てもね、あんまりよく映らないかと思いますが、新山記念組はね、やっぱりさすがでしたね。特にもう、うん、ミッキーハイルね、うん、馬なりでテンションを上げないことを多分重点を置いてやったと思うんだけども、本当に折り合いもスムーズで、首の動きがね、硬くなくてこう綺麗にこうしなる感じ、それで時計は55秒ぐらいなんだけど、今日の馬場だったら、馬なりだったらあの状態で十分だと思います。なるほど。うん、本当にテンションの上がりっていうのをすごく気にしているタイプの馬なんだけども、うまくこのお正月の変則日程でね、落ち着きが出てるんじゃないかな。人間も変則日程の時さ、調子来るもんね、ゆったりしてさ、はい、そんなピリピリした感じがなくなる、曜日さえすらわからないぐらいになるのが、こういうテンションの上がりやすい馬にとってはやっぱりプラスに出たんじゃないかなと思います。あとウィンフルブルームですね、こっちはね、もうほんと前向き、うん、もう自分からハミを取ってもぐいぐいこう進む感じでね、今日もだからそれほどいっぱいに追う必要はないんでね、こちらも単走で馬なりでした。時計もセーブしてますけど、上がりやっぱりね、今日の13秒をゼロ、ね、ゼロかな、はい、これは非常にこう優秀なんでね、馬なりでこの時計が出るってことは漢方自体がすごく大きいっていうことで、まあ、厳冬期にあっても関節の動きっていうのがすごくこうスムーズだっていうところは強調できると思いますね。はい、ハンドはもう押すとしたらそうかな、2頭かな、この、まあ、人気にもなりそうですけど、まあ、順調に年越してここに向かってきたという感じですかね。そうですね、どうでしょう、今Pコースでこうちょっと離れたところからこの前後を見る感じ。いやね、やっぱモーリスの時が一番目立つかなと思うよね。大外回ってちょっと手応え余裕があって、大概このペースでいくと85秒台のペースでいくとちょっと上がりがかかる方が、うん、今日僕が頼まれて取ってた中で、うん、まあ各条件馬に、まあオープン馬ありのだったんですけども、まあ、足色が乱れる傾向にあったので、そのこと考えたらね、このモーリスの上がりはしっかりしてると思いますね。じゃあやっぱりこの一波の延長っていうことに対しても、まあ、心配なさそうですね。心配ないっていう裏付けになるんじゃないかな、はい、うん、まあ人気サイトが結構順調にやってるかなという感じはしますよ ね、変則日程の終わりはね、うん、じゃあその辺から、まあ、軸馬どれ選ぶかなっていう、そんなところで、まあ、ミサイルが3歳間になってね、私たちももしかして行く年を取るんですか。そうですね、嫌ですね。あまり考えたくないですけどね、そっちの方はね。まあそんな感じでグダグダになってしまいましたが、はい、ひとまず大変ですよ。終わって、長期終わって20分もしてないからね。そうですね、まだね、バッタバタしてましたからね。いつもこれを撮るときはみんなテレビのね、もう一回ビデオを見直してちゃんと頭でまとめて、そう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 、確認してちゃんと喋るっていう感じだけど、ね、今日は本当に今ちょっとガクちゃんも上がってたみたいですね、テンションがね、まあ、あやつ、テンション全然上がってない、テンション全然上がってないよ、緊張して、そう、もう一回見直してみたいなと思ってたんです。でも第一印象っていうのは、ね、まあ確かにね、いつもやこれで思うのは、やっぱり私たちいつもそうやって見直してからとか思うけど、うん、その時がいかに大事か、そうそう、昔はそういうの見直しとかなかったな、ビデオもなかったからね、うん、だから本当にその一瞬一瞬大事に追い切りを見ていこうということを改めて思いました。まあ、そうですね、はい、またちょっといつもとね違う人気ですけども、ね、そんな感じのその感覚、来週もこのパターンになるのかなと思ったらね、うん、ちょっと
頭が痛いですけど、はい、まあその辺を踏まえながらまた皆さん見ていただけたら、はい、よろしくお願いします。いいかなと思います。またではよろしくお願いします。ありがとうございました。